はい、それじゃあね、今回は資格27番品種改良のお話です。はい、まあ、品種改良って言ったらね、植物、まあ、特にね作物を作る時にね使うやつなんですけど、まあそういう時にね、その作物を作る作物、まあ作物っていうかね、まあ、野菜とか作物野菜で、作物って言い方より農作物って言い方の方がいいですかね。農作物を作る時にね、の品種を作る時に、新しくね作る時によく使われる方法としてね、まあ、1,2,3 と説明していこうかなと思います。はい。まあ、3はね、まあ、動物にも結構使ってると。動物の細胞でも使ってる。1,2 はね、まあ、完全に植物だなっていう感じですね。じゃあ、まず行きましょう。1番、組織培養ってですね。なんか前お話しましたね、若干。はい。組織培養っていうのは、元の個体と、全く同じ遺伝子型の個体、過去クローンが短期間で作れますよとね。まあやりましたね、組織培養。どこでやったかなっていうと、なんかサイトカイニンとかオーキシンとかね、ぶち込むところですよね。何ページでしょうか。どこだっけなあ、事業プリントの24ページですね。24ページのところに組織培養ってありますね。はい。で、その組織培養すると、元のね、組織切片から新しい個体を作るってわけですから、その組織切片と遺伝子型は、遺伝子型っていうかね、遺伝情報は全く同じ個体がね、新しくできるわけですね。で、まあ例としては朝鮮人参とか、あとね、これウイルスフリー植物ね、ね、何にも病原菌に侵されていない植物を作ることができるんですね。はい、これはどこのね組織切片を使うといいかっていうと、感染率の低い分裂組織、あ、いや赤線ですね、分裂組織ね、分裂組織を使います。組織を使う、というわけですね。で、次、括弧2番。まあ、これも非常によく使いますね。薬培養。これは、薬培養を行うと、すべての遺伝子型、あ、遺伝子。ごめん、遺伝子。が、ホモ接合体。接合体。の個体を、個体が短時間で多種類できるんですね。はい、これ薬培養っていう技術っていうのはどういうことをするのかなっていうと、その1から3の通りで、まず1番、おしべの薬から原数分裂後の花粉を取っていくんですね。薬の中にある原子分裂したあとのものは花粉ですよね。花粉を取ってきますと、ね、花粉を取り出し培養するんですね。で、そうすると角層が、花粉の角層は N ですね。花粉、まあ正確に言うと花粉の中の細胞ですけどね、の角層は N で、このね角層 N の培養すると、まあ組織培養とここは一緒ですよね、カルスができていくんですね。角層 N のカルスができてきますと、ね。で、このカルスに対してね、これ角層 N じゃないですか。角層 N だったら普通の植物にはなれないんですよね。なので、角層を増やさないといけないですね。増やす。角層を倍化させる。N じゃなくてね、基本は 2N なんですから、2N にする。倍化させる。
ってことはどんな処理をしたらいいと思います？コルキチン処理ですよね。ってことで、このカラスをバラバラにして、コルヒチン処理をするんですね。コルヒチン処理をして、防水体形成阻害して、2倍にするわけですよ。倍化させるわけね。コルヒチン処理をします。で、そうすると、核層が 2N のカラスができますね。OK じゃないですか。そしたら、また組織培養と一緒。ね、で、この 2N のカラスを適当な条件下で培養すると、核層が 2N のホモ接合体ができる。え、なんでって思いますか？もしかして、ホモ接合体ができるの。え、なんでって思った人はね、その下のところ見てみてください。ラージ A スモール A、ラージ B スモール B。ね。ラージ A スモール A、ラージ B スモール B っていう遺伝子型の個体。ね、これ原数分裂したらどんな配偶子作りますかって言ったら、ラージラージ、ラージスモール、スモールラージ、スモールスモールじゃないですか。ね。ね。で、これを、倍化させるんですよ。今これ遺伝、まあじゃあこいつ、例えばこいつだけ見ましょうか。こいつだけちょっと書いてみると、状況的に言うと、まあちょっと A と B 独立だとしましょう。例えばね、A と B 独立だとしたら、今こういう状況ですよ。ちょっと染色体の長さが同じで、相同染色体みたいに見えてしまうので、こっちちょっと短くしますね。こういう状況ですよ。別々の染色体に乗ってる別々の遺伝子座の AB ですね。で、こいつを2倍にするんですよ。倍化させるんですよ。倍化させる。こういう非鎮処理して倍化したら、これって、ってなりませんか？こうなりますよね。青色のこの染色体上の遺伝子、A、遺伝子座 A に関してはラージ、同両方ともラージ。この赤色の染色体に関してね、遺伝子座 B に関しては両方ともラージ B っていう感じになりますね。倍化するわけですから。ね、ということで、こういうホモ接合体、ラージ A、ラージ、ね、これラージ B、ラージ B っていうね、こういうね、ホモ接合体ができてくるわけですね。OK ですか？ということがそこに書いてあるのね。その下のところに。コルキチン処理をするとっていうことでね、そのまま倍化してるわけです。はい。よいしょ。OK ですか？で、これで薬培養終わり。薬培養はね、本当にね、よく、実際のね、その大学とかで新しく品種改良するとかっていう時には結構薬培養は使われてますね。はい。よし、じゃあ次行きましょうか。よいしょ。次、カッコ3番、細胞融合ですね。細胞融合。細胞融合っていうのは、まあ、それも漢字の名前の通り、2つの、2種類の異なった細胞を融合させると。で、そうすると、両方の性質を持つ雑種細胞ってやつができてくるんですね。ね。遺伝子の情報も両方とも持ってるし、ね。細胞としての性質も両方持ってるよみたいなものができてくるんですね。なんで近しいものじゃないとね、割と細胞融合ってできないんですよね。例えば人の細胞と人の細胞とかね、人の例えば人の肝臓の細胞と人の胃の細胞みたいなね、感じのそういうね、近しいものじゃないと融合できないっていうのはちょっとね、頭の中に入れてる方がいいと思いますね。はい。ということで、まあ、植物の方と動物の方とあるので、まず植物の方行きましょう。植物の方は、ね、まず、細胞壁がありますね。細胞壁核があるんですけれども、これ、細胞壁があるとね、細胞壁邪魔なんですよ。細胞融合するのに。ね。細胞融合するのはなんか、軟弱なもんじゃないんで、融合しようと思っても、このガチャンと壁になってね、障害になって、細胞融合できないんですよ。なので、細胞壁を破壊する必要性がありますね。じゃあ細胞壁を破壊するって言ったら、細胞壁を破壊する酵素が必要ですね。細胞壁はセルロースね、ペクチンからできてましたね。ってことですから、必要なものは、酵素はセルラーゼとペクチナーゼですね。これ前ね、何でしたっけ、第1章の細胞と個体の成り立ちのところの例題の中でね、ポロッと出てきましたね。これセルラーゼとペクチナーゼで処理します。セルラーゼ、ペクチナーゼ、あ、ちょっとこれ、もうちょい上に書いて、もうちょい上に書きたい。
このできれば皆さんを矢印のところら辺に書いてください。セルラーゼアンドペクチナーゼ、セルラーゼとペクチナーゼを処理します、ね、で処理する、植物細胞を処理すると細胞壁がなくなったこんなプルンプルンのやつができてくるんですね。でこのプルンプルンのやつのことをプロトプラストって言います。でこのプルンプルンになったやつに、このプルンプルンになったらね、細胞壁ないですから細胞融合する条件が整ったわけですね。で細胞融合するためにポリエチレングリコールっていうのを処理します。っていうので処理すると細胞が融合して、で一つの細胞の中に核が2つあるような細胞ができてくるわけですね。でそしたらその後に核同士がねこう寄り合っていって核融合が起きて、植物細胞の方ではね、やっぱ植物細胞ですから外に細胞壁ないとね不安なんでしょうね。細胞壁が再生するんですね。共通の細胞壁が作られるというわけですね、はい、変な風に、ね、核でバサッと割れたりとかそういうね細胞壁じゃなくて、ちゃんと周りにね全体に細胞壁ができるというわけですね。この融合した細胞の共通の細胞壁ができてきますよというわけですね、はい、作られる。じゃ次動物細胞の方いきましょう。動物細胞の方はもともとプルンプルンなので、ね、もうこういうふうに細胞壁ないので細胞融合バーンとねそのまますぐいけますね。はい、ということで処理するものとしては先ほどと同じようにねポリエチレングリコール使いますね。はい、で他にも仙台ウイルスってやつとか、あ間違えた、ひらがなとカタカナの性が混じりましたね、なんか、はい、仙台ウイルス、とかアガマ電気ショックですか、電気ショックビリッと与えると細胞が融合するんですね。で核が2つの細胞ができて、あそういえばそうだそうそうだ、皆さんの授業プリントの核を2つの核を持つ細胞って書いてあると思うんですけど、核の漢字が間違ってますよね。核これですよね、もちろんね、なぜかこれになってますね。これじゃないですね。はい、核こっちです。2つの核を持つ細胞ができて、でまた植物細胞と同じような感じで核融合が起こって、こうやって最後に、ね、核融合して終わりという感じですね。動物細胞ですからもちろん細胞壁は再生しないですよ。細胞壁はできないですよ。ね、はい。という感じで細胞融合終了というわけですね。でこれ細胞融合ね、最近ね本当によく出てるので、まあ、細胞融合っていうの、ね、技術はねよく頭の中に入れておいてください、はい、で例としてはね、まあ、例もねたまに聞かれますね。例としてはポマット、これはジャガイモとトマト、ね、ポテトとトマトですね。でポマットねって言うんですけど、これは親戚同士ですよね。ジャガイモとトマトって同じナス科ですね。同じナス科の植物なので親戚同士、やっぱり親戚同士がいいんですね、相性で。その後次はオレンジとカラタチでオレタチ、はい、オレタチって言ったらねなんか俺たちみたいになっちゃうので、ね、オレタチって僕は言っておきますね。オレタチね、はい、オレタチ、はい、これも親戚同士じゃないですか。オレンジとカラタチ、これって両方ともね柑橘類ですね。親戚同士がやっぱり細胞融合しているというわけですね。で次は何だっけ、 B リンパ球とがん細胞で、これ最近よく出てるハイブリドーマー、はい、ハイブリドーマー、こいつはねまあ次回説明するんですけど、次回ね
詳しく説明します。であと B 細胞っていうのは免疫のところで出てくるので、ね、今が4章で5章6章6章のところのね 体内の恒常性のところの生体防御の内容のところでお話をします。はい、まあ、B 細胞っていう細胞があるんだなって免疫に関与する、ね、細胞があるんだなぐらいの感じで思っておいてくれたらいいです。今はね。でこのハイブリドーマは B 細胞とそのがん細胞ってことで、 その B 細胞って免疫に関与する細胞なので、まあ、人にもあるわけですね。で人にある細胞 B 細胞ね。であとがんってね、人にもがんってよく聞きますよね。がん細胞、人の細胞、ね、人の細胞同士はやっぱり相性がいいんですね。なのでハイブリドーマっていうね、いう細胞、雑種細胞をね作ることができるわけですね。はい、でその下の米印でこれ頭頂または口腸液中で処理するって書いてありますね。これ細胞融合っていうのは、口腸液やや口腸、口腸は穴目になってますね。はい、頭頂液またはやや口腸液で処理するんですね。なんでかなっていうと、これはまあ特に植物細胞なんですけど、動物細胞はまあ普通に、まあ、生理食塩水ぐらいで処理すればいい話なんですけど、まあ低腸液で処理したらまずいのは分かりますね。めっちゃ細胞膨らんで細胞破裂するかもしれないですからね。それはまあ皆さん分かると思うんですよ。で口腸液とか頭腸液で、まあ、特に口腸液やや口腸液で処理するっていうのの利点っていうのは、そこの下にね、そこの下っていうか右に絵が描いてありますよね。右に絵が左、まあ、まずそうか、理由の A か、理由の A は浸透圧により極端な細胞の膨張収縮を避けるため、まあこれはまあまあ別に分かりますよね。言いたいことは。でその横にね絵が書いてありますよね。絵が壁と膜って書いてありますけど、これは何のことが言いたいのかっていうと、細胞壁があって、こういうふうに細胞膜があるっていう、こういう原形質分離した状態になっていると、今回この細胞壁をぶっ壊さないといけないじゃないですか、植物細胞に関してはね。でそのためにペクチナーゼとセルラーゼを処理するわけじゃないですか、ペーマルとセーマルをね。でそしたらこいつらって、これ仮にですよ、仮にこういうもう限界原形質分離の状況だったら、このペーとかセーっていうのはこの外からしか作用できなくないですか。外から細胞壁をボロボロボロってぶっ壊すことしかできないじゃないですか。でもこれ原形質分離してれば、この外の溶液と細胞膜と細胞壁の間、ここの溶液って同じものができるでしょ。なんでかって言ったら、これ細胞壁って前頭性だから。だからこのペクチナーゼとかセルラーゼで外からも攻撃できる、この細胞壁に対してね、もう分解できるし、内側からもこうやって分解できるんじゃないですかね。そしたら分解する速度2倍になるじゃないですか。2倍、単純に2倍、単純計算で2倍になるじゃないですかね。だからささっと処理できるでしょ。そういうありがたみがあるわけですね。はい、ということでそれを胃に書きましょう。わずかに原形質分離を起こさせ、細胞内外から酵素を作用させる。ためというわけですね。そういう理由で、まあ、やや口腸液につけたりするんですね。はい、OK ですか。それではね、今回の授業はこれで終わりで、今回のこれだけはですね、今回のこれだけはこの細胞融合に関してはしっかりと押さえておいてください。はい、最近本当にね、いろんな大学で見ます。ね、まあ、ある都市はね、まあ、旧帝大で2カ所で出て、阪大と名古屋で出て、で、その前の都市に京都で出て、まあ、京都が出たから多分おそらく阪大とね、名古屋は問題出したんでしょうけど、ね、まあ、ほぼ似たような問題が出たので、で、こと一番最近で言うと2014年に、首都大学東京で細胞融合の問題が出てますね。はい、で他にも大阪大学で2004年だったかな、かなんかに出たりとかしてますね。
なので結構ね、細胞融合チラ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 とね、まあ、見受けられますので、しっかりとね、頭の中にこの細胞融合のことはね、頭の中に入れておいてあげてください。はい、それではね、今回の授業はこれで終わりにして、次回はね、その下の部分の、モノクロナル抗体の利用とかね、なんか何でそうやっていう話と、ね、その次のページのポリクロナル抗体、またそれはまた何じゃそりゃって感じだと思うんですけども、ね、それとあとその最後、ね、キメラマウス、ノックアウトマウスっていうところまでお話をしていきます。はい、それではね、次の動画へどうぞ。